坊州堀里とは、近世博多の南園を隠していた堀の名称として、最もよく知られるものである。なお、坊州とは、安房国の井で、薄木明続くの受領名、安房守にちなむとされる。寛永頃までの福岡、博多博多南園の堀近世の博多は、観光都市であり、北園は海、東、西は川、そして南園は堀によって隠されていた。堀は、 石道側から鉢の底側に至る幅約20から30メートル、長さ約900メートルの規模のもので、1699年のものと推定される精密な実測図によってその形状を知ることができる。その築造時期や築造者は近世の地史に言及されるものの一時資料はなく、また発掘調査の結果も築造時期を断定するに至ってはいない。 堀の名称は一般に、防州堀が知られるが、この他にも、宗や堀、大や堀、古や堀などの名称が、知史の記述に見える。防州堀の名が広く知られるようになったのは、その名称を取り上げた、筑前国属風土記が、他の知史に先駆けて、しかも明治43年というかなり早い時期に本国、刊行されたからであろう。あるいはその著者、貝原駅検が、 文献資料を重視していたことによる、ある種の大人論賞なのかもしれない。江戸中期までの知史に記される堀の名称と、その由来についての伝承はおよそ以下の通りである。一博多南園の堀を、防州堀とし、その由来が、大友家家臣、薄木安帽守間、鈴くの構築によるとする伝承で、筑前国族風土記に言及される。二博多南園の堀のうち、中央部分と、 西側部分を、宗屋堀とし、その由来が、徳永宗屋の構築によるとする伝承で、博多古節周囲、博多はじめのことに研究される。博多はじめのことにはまた、一説に、中央部分を防臭堀というが、これは、徳永宗屋が掘ったもので宗屋堀というと記す箇所が、別にある。三博多南園の堀のうち、東側部分を大屋り、中央部分を、宗屋堀、 西側部分を防臭州防りとする伝承があり、墓滝、墓台などに記される。東側部分については、中世の絵図に描かれており、中世まで遡るのは明らかであるが、中央部分、西側部分については、その活躍した時期が、全く異なる二人の人物に焦点が当てられる。薄木明続くと、徳永宗也である。薄木明続くは、 戦国大名大友家家臣であり、大友氏博多津を取り継ぎ島軍来、博多大館という支配機構を通して、博多に権限を及ぼしていた。したがって、薄木明続くが博多南園の堀を掘ったとしても、不自然ではなく、その時期は戦国期となる。一方、徳永宗也は黒田長政によって博多朝鮮の中枢に据えられた人物であり、博多東園の川戸手武神、 博多商人の渡航委員状獲得、博多の区役5人組制度などについて、長政の指示を受けている。徳永宗也が堀を掘ったとすれば、既存の堀を改修、拡張、整備するなどした、あるいは新規に堀を築造したと考えられ、その時期は近世諸島ということになる。博多南苑の堀のうち、中央部分に見られる規模の大きな豪横屋などは、 戦国期の九州では見られず、植法政権もしくはその系列の権力体に特有のものであり、少なくとも中央部分については、小早川高景、秀明、豊臣倉一時代間である、石田三成、そして黒田長政のいずれかによる、築造の可能性が高い。小島道弘、前川金目漁師の研究によれば、大名直属の町人居住域と在地の市長の、 統合をもって一元的構造をなす都市が成立、それを総加前によって取り囲むことによって、近世的城下町が成立するとする。その前提に立てば、黒田政権初期の段階で、博多を福岡城の総加前のうちに取り込み、博多南園の堀をその南園の防御ラインとした都市建設は、当該期の都市計画理念と合致することになる。なお、これについてはいくつか傍傷がある。 一一指導口は博多の東の入り口であるが、その整備は福岡城関係部進工事と並行して行われた。ここにも側面攻撃のための横やがけが施されており、黒田長政によって総構への門として整備された可能性が考えられる。一指口の両脇には、慶長8年頃までに寺町が整備されているが、一列に並べられた寺が、 防御ラインを構成することはすでに指摘されている通りである。二金聖書期、博多には、間口の合計が四丁にも及ぶ侍町が存在した。福岡城追記の頃、ここに松本五郎衛門預かり、三十匹立のお馬屋があったという。この侍町が黒田長政の福岡城追記直後まで遡るという前提に立てば、 博多南園の堀が総構えとして機能していたことの、傍傷たりうる。近世諸島の城下町において、侍町を総構えの外に置くことはまず考えられないからである。ありがとうございます。